オードリーのコンビ愛が美しい。オードリーは当時芸歴7年目になってもオーディションにも受からず、テレビにも一切出れずに絶望していた。若林は春日に何度も辞めたいと伝えたが、その度に春日はいつかは世間が振り向くと言って引き止めていた。そんな中、2007年に春日は急遽 K-1 に出場することに。売れない芸人の売名行為と言われ、批判的な声が多かった。若林はそんなことを言われるくらいならこのままでいい、 K-1 出場はやめてほしいと伝えたが、春日は断り出場した。試合結果は終始圧倒され完敗、鼓膜を破られるなどの怪我を負った。試合を見て若林は大号泣した。春日は本当に春日と解散するんですかと言い、感極まった若林は春日を殴って、お前とやりてえに決まってんだろと言った。後に若林は自身のブログで K-1 の件について、おそらく春日さんは昨日と同じような今日が何年も続いていて、その流れを変えるような挑戦をしたかったんですよと語っている。このコンビ愛、実に美しい。